それでは青森県議会に並びに民主党青森県連選対委員長北喜一先生お願いいたします。皆さん、新年おめでとうございます。おめでとうございます。いよいよ戦いの火蓋が落とされようとしております。私も中村智文さんとはお父さんの時代から、そして智文さんが県議会議員になってからますますその交際の具合を深めて、盟友という呼び名がふさわしくなってきた、こういう思いをしているお付き合いをしていただいております。私も最初、小泉さんが小泉の業務を見られたときに、果たしてどうなのか、あまりにも無謀が過ぎるのではないか、こういう思いをしたわけです。私自分で勝利を得られるのだろう、何だろうか、いい戦いができるのだろうか、いろいろ考えました。何しろ、私は何しろこの時計やる町でありますから、してこんな時計やる力というのは相当大人もんなんですね。私は国内の森町にいて、